した。こんにちは。さあ、2000本打ち損ねた。残り80本ね。ね、ゆかちゃんだけども、いろんな人と、はい、いろんなところでいろんな出会いがあり、対戦があり、でいろんなピッチャーを見てきて、はい、で野球って何歳からやったの？まあ、チーム入ったのは小学校1年生ですね。小学校1年の時から、はい、テレビでは見てた？見てました。野球をその前から見てましたね。小学校ファンはどこだった？ファンは僕川崎だったので、巨人か横浜です。本当かよ。いやちょうど間じゃないですか。あとロッテ。あ、ロッテ。ロッテはもう家からすぐだったんで、まあ、うん、ロッテは好きっていうよりかは試合を見に行くだけですね。え、川崎がロッテにいる頃。いる頃ですね。やばいところらへんに住んでるね、じゃあ。あんまり治安は良くないですね。そうだね。はい、いや、川崎に住んでる人。いやいや、それみんな、川崎に住んでる人はみんな分かってますから、そっちの川崎球場側は。そこら辺はちょっと治安は。武蔵小杉とか、そっちの方じゃないですから。じゃないですよね。はい、まあ、今変わりましたよね。湿地帯みたいになっちゃった、ね。あの当時ですよね。はいはいはい。まあ、その中で、はい、ベストナイン。はい、を選んでもらいたいという、はい、まあ対戦した人でもいいし、対戦はしてないけど、うん、ああ想像の中ではやっぱこの人がナンバーワンだなっていうような人を聞きたいと、はい、ベストナインを作ってほしいという。ピッチャーからですか？まあ大体ピッチャーからいくよね。大体外野から行く人は今までいなかった。いなかったですか？大体ピッチャーから行く。さあピッチャー、ピッチャーは対戦もしてきての中でナンバーワンだからね。ピッチャーは上原か、おお、工藤さんですかね。まあ交流戦でもいいわけだからね。あ、そうですか。別に、ね、セリーグにこだわる必要もないし、だけど本当にそこまでこうじゃない、うん、なんていうんですか、めちゃくちゃ活躍して、その一時のいい時のボール、まあ、それでもいいですか？それでもいい時のボールって言ったらやっぱ斉藤和美ですかね。へえ、そうなんですね。はい、ちょっとこう、うん、すごかったです。何がすごい？いや、もうボールが浮き上がってきましたし、そう、スライダーも切れてましたし、フォークボールも落ちてましたし、角度もありましたし、かっこいいしな。そうですね。あ、そうですよね。もうね、この前ね、ゴルフコンビで一緒だったの。ね、はい、で斉藤和美がいて、はい、まあ顔も知ってるから後ろ歩いてたんだよ、うん、で斉藤和美には挨拶するんだよ、ね、こっちの人が、うんうん、お、後ろ歩いてた、見えないから、全く192センチぐらい全く見えない。かなりちゃって見えない。だから俺に対しての挨拶全部遅れるんだよ。あ、いたんだみたいな。先輩なのに。先輩なの。全然全く見えないんだよ、向こうから俺が。そっか、背丈もすごい。まあ、それはあんまり関係ないんだけどさ、まあ、かっこよかったですか？かっこよかった。 ああいう人になりたいな。何のその横島だか。斉藤和美がダルビッシュみたいになりたいですよね、体型的には。ダルビッシュはかっこいいよな。そうですよ、ね、いや、ダルビッシュともやってるでしょ。やってますけど、ダルビッシュ相性が良かったんで。ああ、相性良かった。結構メジャークラスいいんですよ、マイケンにしろ。ああ、そうなの。マー君にしろ、はい、結構打ってるんで。斉藤和美が打てなかった。でもその前じゃないですか、斉藤和美って、うん、まあ、だから僕のレベルもちょっとまだなのかは分からないですけど、うん、わあ、早かったです。ちょっと一つ聞きたいんですけど、同僚の吉見投手は、私吉見投手大好きなんですよ、はい、もうピタッとあそこに行くっていう、うん、どうですか、吉見投手。対戦はしたことないんで。ないですよね、もちろん。で、よくこうキャンプの時とかにピッチャーが来るじゃないですか、うん、もう吉見喜んで打ちに行ってたんですよ。デッドボールないじゃないですか、うん、でコントロールもいいんで。バッティングね、ちょっと球も135キロぐらいに抑えてくれるんで。で、必ず端っこ来るから端っこ来るんで。だからもう怖さがない、調整にはうってつけで、はい、そういう風に見てられますね。やっぱ同僚だとそうなんですね、はい、まあ、だけど勢いでいったらやっぱ対戦した中では斉藤和美、まあ、全てにおいてですね、コントロールも、球、変化球、うん、かっこよさもう入れたら斉藤和美かなと。まあ、確かにそれはもう納得するよ、うんうん、それはいいピッチャーだった、斉藤和美。斉藤和美、うん、
初登場だね。本当ですか。斉藤和美って言ったね。いや上原っていうのはいたけど、いやそっちも考えたんですけど、考えたんですけど、やっぱなん、あの20勝した時の上原もそうですけど、20勝した時の斉藤和美って どっちかだって迷ったんですけど、もうあのダルビッシュも多い。あ、本当ですか。あの勝負強さと、はい、そうですね。いや斉藤和美、うん、分かりました。はい、じゃあキャッチャー、キャッチャーは谷繁さん、これも間違いないです。ちょっと尊敬してます。どの部分がやっぱりすごい尊敬に。古田もやったよね。古田でやりましたね。もう晩年、古田がは、いや晩年でもないですよ。2000年ぐらいからなんで、まあ中堅ぐらいですかね。まあだけど谷繁さんの僕凄さはもうずっと一緒にやってたんで、よくこう例えば高木豊さんが前のカードで絶好調でこう名古屋ドームに乗り込んできたっつったら、大体どのキャッチャーも最初こうやって普通に攻めて打たれて打たれて考えるじゃないですか。谷繁さんも高木豊さんが絶好調来た1打席目にもう潰しにかかってますんで、まあ確かにね、もうこれがもうすごいなって改めて、はい。なるほどね、もうだからやられる前に潰す、はい、だからね、1試合やられて、あ、やっぱり調子いいんだ、じゃあ2試合目からって言ったら、もう1試合目そ無駄にしてるんで、はい、だったらもう1試合目捨てるとは言わないですけど、まあ意識づけをさすよね。そうですね、相手バッターにってことで、まあ例えばインサイドばっかり、うん、厳しいとこばっかりいって、はい、打ち取れば、うん、もう次の日になったらどこでも攻めれる、そうですよね。そういう意識づけ、はい、もうラミレス、今横浜監督がヤクルトの時代で絶好調で来たって言ったら、もうその試合4打席全球シュートですよ。1球も変更の球投げない、全球シュートしたんですよ。で向こうもどん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 もう来るから打ちに来てファールばっかなんですけど、次の日一球もインコース投げないでくしゃくしゃになってましたから、だからもうそれで抑えられる。すごい、もうあの時もすごいなと思いましたし、なるほどね。でもっとすごいなと思ったのはクライマックスの時に谷繁さんがこう前のカードでファーストステージでバレンティンにホームラン打たれたんですよ、うん、ちょっと逆転ツーランぐらいで、結局その試合勝ったんですけど、もう多分そこで思ったんでしょうね。もうこれ絶対そういう時に勝負しちゃいけないと思って、で阿部があの絶好調時の2012年だったんですかね、うん、あの二冠王かなんかになって4番座ってて、もう散々外ですよ、うん、でもフォアボールフォアボールフォアボールですよ。で最後にピンチで 2-3 まで行ったんですよ、外攻めで 2-3 になった時に何気に僕セカンドショート見てたんですけど、ピュッて言ったら最後にインコースまっすぐだったんですよ。嘘だろと思ったら、ペッて言って何気にこうやってサッとこう寄ってパンって取って、そのままこう審判に投げ返して、阿部全く動けない、見逃し三振だ、はい、うん、あの時はもう守ってて感動しました。うわここで行くんだと。なるほど、だ今まで散々ね、そう攻め勝負しないで、多分あれも阿部も完全に外でボールだなと思って、うん、打つ気なかったと思うんですけど、天井見てましたから阿部が。なるほどね、まあリードも含めてということね。はい、谷繁、はい、ファースト、ファーストは一緒にやったの中で、歴代じゃなくていいですよね。歴代でいいよ。歴代でいいんですか。歴代でいいよ。歴代やり直す。いやいいですよ。やった中でいきます、うん、もういや、やった中でいいよ、はい、ファーストは小笠原さんです。おーガッツ、はい、やっぱりこう守備もね、なんか僕反対方向打つバッターだったんですけど、あの大体ファースト方向に打っとけば抜けるっていう、うんうん、まあまあそうね、感じだったんですけど、あの小笠原さん取るんですよ。動きも良かったですし、はい、またあのね打撃もいつも3割30本100打点ぐらい上げてますし、いかんせんあの勝負強いですし、やっぱ小笠原さん以外いないのかなと、うん、やった中でね、はい、うん、で外国人 も、 いや外国人はいらない抜きで言ってますけど、小笠原さんですね、うん、おいおガッツが出てきたのは初めてかな。いやまあ例えば清原であったりとか、あそういう人とやってるからみんな、
まあいい、全然いいんだよ、ガッツ。はい、小笠原さん、はい、セカンド荒木ですか。いやいや、なんかこう、まあ、いや別に求めてないよ。荒木って一緒にやって、荒木個人的に好きだったのは土橋さんです。あ、ヤクルト一緒にやってて、なんか最初出たての頃に土橋さんってあのピッチャーの土橋さんじゃないですか。バッターのね。なんか ああいう土橋さんに口説かれてたから本当ですか。そうなんですだからああいうチャンスに強いバッターになりたいなとは思ってましたね。なんか、なんか普段そこまで目立たないですけど、うん、なんかチャンスになったらやたらと宇宙か左中間にヒットしたなっていうイメージと、一緒にやってる歴代で言ったらやっぱ高木豊さんですかね。いやいや、そんなことない。はい、あ、いやいや、そりゃそうですよ。そうですね。ちっちゃい頃見てましたんで。あんまり小さい頃っていうのはあんまり変わらないんじゃないの。そんなこともない。小学校時代ですかね。うん、いや、だけど、土橋は渋いとこ行くね。まあ、土橋さんにみたいな勝負強さが、うん、欲しいなと思ってましたね。あ、なるほどな、はい。でも、どうなの、土橋でいいの。いや、荒木、荒木、はい、さすがだ、はい、そう、やっぱそこはもう、そう、そこだな、荒木っす。はい、サード、サードは中村典さんですかね。森野さんではない。森野お前殴られると思うよ。中村典さんですね。はい、はい、どういうところ。やっぱりどうしてもね、打つだけじゃないじゃないですか、うん、守備もやっぱね、あの、うまかったんで、やっぱそういう選手選ぶ、打つのもすごいんですけど、うん、守備もそれなりにっていう選手はやっぱそうなんだ。はい、そうなんですね。やっぱこういうタイプっていうのは守備まで考える、トータルで。そう、トータルで考える。やっぱり良かったですね。まあバットコントロールも良かったしな。良かったですね、うん、なるほどね。今で言ったらね、うん、宮崎とかになってくると思うんですけど、やっぱりちょっとね、宮崎よりはそうですね。やっぱ中村さんっす。はい、ショート、ショートは自分入れてもいいんだけど、まあちょっと80本ぐらい足りないけど。結構ねちんちん。ショートはやっぱり宮本さんっすね。お深夜、はい、宮本さんのおかげでずっとそこ牙城を崩そうと思ってたんで、自分が、はい、ずっとゴールデングラブ取られてましたし、タイプ的にも似てるって言われて、もうずっまあ似てるよね。そうですね、宮本さんをずっとこうちっちゃい子じゃなくて、あのプロ入ってから追いかけて、で中日のレギュラーになった時に宮本さんのゴールデングラブを奪いたいとか常にこう意識させてもらってたんで、まあそこいたおかげかなっていうのもあるんですけど。それ宮本から何回取ったの、奪い返したのは。6回です。そう、すごいじゃん。もう曲がったもんな、両方な。だからもうね、ああいうので大体こう欲しいじゃなくて、もう言うしかないじゃないですか。もう全面的にこう出していってましたよ、もう本当に。じゃないとなんか取れないなとは思ってたし、俺いらないって言っちゃったからね。え？いらないって。ゴールデングラブ賞で。え、そうなの？だって日本記録で作って取らなかった。もう二度といらないって言ったら、二度と選ばれなかった。だから僕も高木さんと一緒です。もう取れたと思った時に僕エラー4つだったんですけど、宮本さんがその倍ぐらい8個ぐらいやってたんです、うん、これは取っただろうと思っても取れなかった時に、これでじゃあ俺ゼロ目指そうと思いましたもんね。あ、言わなかったんだ、はい、でも心の中でゼロを目指す、ゼロを目指せばゼロなら取れるだろうと思って。誰も文句言わずにですよね。俺日本記録だからね。もうそれも2個しかしてなかった。素晴らしいです。それで取れないんだ。いらないよ。いらない。でも後からもらってきました。ちょっと惜しかった。今度高木さんに持ってきます。プレゼントしない。いや、あの名前だけ書いてな。ひどい。まあ今だったら、うん、それを抜きにしたらやっぱ坂本ですよね。いや、それはそうだね。もう絶対もう、それはでも打つのもそうです。個人的にはちょっと宮本さん、なるほど、あのおかげがだいぶ強いなっていうので。うん、さあ外野手3人。外野手はやっぱり福留。ああ、福留。
天才的だよな、バッティングな、はい、やっぱり彼が僕が 1,2 番の後に打ってたんで、うん、役割が楽だったバッターですよね、うん、返してくれるって出ればいいんだろうっていう、まあ、そうだな、で最悪、ね、スコアリングポジションなりあのより点数が入りやすいにしとけば福留ウッズがやってくれるっていう風に思ったんで、あのそう返さないとこっちがちょっとね力み上がったりとか自分が決めてやろうとかいう気が起きたんですけど、福留ウッズ、まあ、立浪さんも踏まえて言ったらやっぱあのやるべきことが楽だったんで、やっぱ福留は守備もまたいいですね、はい、今も頑張ってるんで、とはパリーグいいですかね、パリーグ難しいだろう、結構いるんですよね、いるんだよ、でも福留はもう間違いないですね、間違いないです、あとは難しい難しいんですね、結構真面目だから難しい、ね、難しいな、伊藤さんパッと出てきました、出てこないよ、まあ、真面目だからやっぱり、うん、でも伊藤さんにもいるわけですもんね、ガンちゃんすぐ出てきた早かったですか一緒にやってたメンバーで強烈だったのは僕の中では谷さんですかね、谷ね、吉友、はあ、強烈だったっていうのが、いやもうね、はあ、バッティングは天才の部類だよ、あ、そうなんですね、うん、やっぱちょっと真似したいけどできないけど、やっぱそこはちょっとこう観察じゃないですけど、うん、研究はしないといけないバッターだなっていうふうには思いましたよね、タイミング取る天才だから、いやほんと天才、バッティングに関して感覚的なものなんですかね、谷さんは、まあね、ちょっと僕と、ね、1900本台でやめたんだっけ、あいつ、そうなんですよね、でもまあ打ってもおかしくない、いや打てたでしょ、そうですよね、いや人だよ、お前もそうだよ、いや僕は根性で打つタイプですけど、いやもうやっぱ技術はすごいなと思いましたね、あとじゃあ一人、と一人は高橋由伸、俺絶対来ると思って、いや なんかここら辺に由伸って書いてあったなんかそんな感じがした、いや彼も天才だね、あ高橋、彼も天才だけど努力家だった ね、 そうですね、工夫家、まあ、例えばさ国際試合でも外のボールをたくさん取られるって言ったら、はい、いっぱい前についたりだとか、あ臨機応変に対応できる、はい、うん、工夫型の天才だね、うん、谷はもう天才、そうなんですね、うん、ね、この3人、まあ、この9人が選ばれましたけど、はい、まあ、ちょっと金本さんとかも選びたかったんですけど、いやお前ちょっといいのかなと思う、立浪選んでないけどいいね、いや殴られないね、立浪さんはもうあの別格ですから、いやいや別格も何もお前ベストライン入ってないって多分ね、これ見た動画であの見たら、いやもう連絡あると思う、殿堂入りですよ、きっと殿堂入り、はい、もう全然もう次元が違いますから立浪さんの、じゃあ今度次元が違うベストライン選ばせてあげるわ出てこない次元が違うベストライン分かった次元が違うベストラインはもう立浪さんとかいっぱい入ってますよ、もういっぱいまだいい、じゃあ高木豊さんとか、いやいや俺はいいけど交互期待だ、じゃあもう立浪さん立浪に殴られてないかが心配だから、次来た時に何か技をつけてないかどうかね、ありがとうございました、ありがとうございます。